どうも皆さんこんにちは、京平です。今回はこのような編集方法を解説していきたいと思います。まずタイムライン上見てみると、この黄色の箇所が VHS 素材になっていて、この水色の部分がオフセットとブラーを付け加えている編集過程になります。細かく見ていくと、この黄色の部分を例えば消してみるとオフセットとブラーが見えてくると思います。この状態でも非常にかっこいいんですが、ここに VHS 素材を付け加えてよりリズムをつけてます。それでは編集見ていきましょう。まずタイムライン上に素材を並べれたら、オフセットを特定したい箇所を見つけます。見つけれたらこの素材をダブルクリックしてもらって、レイヤーの状態にしておきます。次にロトブラシ持ち替えてもらって、ここで範囲を特定と。少し AI が進化して結構細かく調整してくれるんですが、まあできてないところはここ細かく皆さんの手で手動で行ってください。ここも調整とですね、調整と、この部分はいらないので除去、髪の毛の部分もある程度細かく調整を加えていきます。いいですね。ここまでできたらグレーのゾーンを縮めてもらって、範囲特定して、また1フレームもしくは2フレーム進めて修正が必要かどうか見ていきます。進めてもらって、もし修正が必要な場合はここで赤に持ち替えてもらって修正を加えていきます。例えばこの手の箇所、少し隙間が空いてきたので赤をちょっと加えて調整と、そのような過程で一通り見ていってください。これで全体がこの髪の毛の部分ですね、これで全体できたらぼかしを15ぐらいに調整して、グレーンのゾーンを範囲特定してフリーズで調整。そうするとこのように自動で調整してくれるので、終わるのを待ってコンポジションに戻ってください。そうするとこのように完成しているので、この素材を複製できたら下の方のロトブラシは消去しておきます。でこのような状態ですね。ではここにエフェクトを追加していきます。まず下の素材に対してエフェクトオフセットと検索で、オフセットを追加できたらこの中央をシフト、ここのキーを調整していきます。時計アイコンをクリックして秒数を進めてもらって、今回は横に動かしたいので左側を調整していきます。もし縦に動かしたい場合は右側を調整してください。これでもう少し回転を加えたいですね。このように映像を見ながら皆さんのお好みで調整してください。こうでこれくらいですかね、ですね。ここまでできたら2つのキーを選択して右クリック Easy Ease に切り替え、いいですね。少しキーを調整していきます。できたらこの下の方のもう一度素材に、次はブラーというブラーガウスを追加で、追加できたらまずエッジピクセルを選択して、今回は水平なので水平と、時計アイコンを選択して、ちょうど間ですね、間でブラーの値を150で調整と。できたら進めてもらって、次は0 150 100 0 150 0、そんなイメージですね。いいですね。では続いてこの2つの間に対して VHS 素材を追加していきます。今回 VHS 素材使ってますが、皆さんの好みで追加する素材は変更を加えてください。これであとオフセットとブラも追加しているので、その編集が生きるようにこの VHS 素材を調整していきます。
てカットして、少し調整が必要ですね。この辺で見せて詰めてカット。いいですね。少し前の方をリズムを加えてきたので、一フレームずつ素材をカットして、いらない部分は消去と。これで映像を確認します。いいですね。非常にかっこよく仕上がっていると思います。このような編集は今この一フレームぐらいですかね、一素材で付け加えたんですが、この前後にまた違ったエフェクトとかトランジション、オーバーレイを付け加えることでよりかっこよく仕上がるので、ぜひ皆さんも統一感を持ってかっこよく仕上げてみてください。今回はこのような編集方法を解説してみました。ぜひ皆さんも試してください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。